ないよね。なんでだろう。歌が上手くなる前なの？そうなの？やった！私最近セクシーに歌えることに気づいたんです。なんか曲をこうセクシーに歌おうと思って、こうセクシーに歌ったらめっちゃセクシーに歌えるようになったんですよ。めっちゃセクシーに歌えるようになった。聞かせて、何の曲がいい？じゃあ何にしようかな。何の曲でもセクシーに歌えるから じゃあ「風を待つ」歌うね。さっき見てた夢を思い出せない。セクシーじゃない？すぐ消えてしまって切なくなるんだ 最近ね、セクシーに歌うようにね、ちょっとね、頑張ってたの。まあ、ありがとうございます。セクシーだそう、だしょうだって。でしょ？日差しのように。なんかちょっと吐息を入れるんですよ、この。ありがとうございます。あの日に戻れればいいのに、まぶたと、ここ大事、まぶた閉じても いけちゃう。吐息でね、ちょっとセクシーに歌う。やってたんですよ。なんか一人でなんかセクシーに歌えるかなと思ってやってたらできるようになりました。いいでしょ。まあでも「風を待つ」は 1K ね、ちょっとセクシーなのは。抱きしめられたら一瞬で燃えて愛になってしまうよ そんなにセクシーに歌えば あ、いいよな。抱きしめられたらすごい好きですよ。私も抱きしめられたらやりたい。でもなんかね、私がセクシーな風に歌ってもみんな笑うからな。おかしいな。抱きしめられたらね、ココハさん、そう、センターなんですよ。そう、私もやりたい。いつかやらないかな。いつかね、ちょっとね、ユニット交換して、のんちゃんさんセンターのお決まりで挟む抱きしめられたらを やりたいですね。抱きしめ慣れたら一瞬で燃えて灰になってしまうよ。なんかユニットをね、そう、なんでって、のんちゃんさんはとおきまいとの3人ユニットと、ソラハ、
ココアさん、あとほのたんさんの3人のユニットで分かれてるんですよ。タコありがとうございます。なんかね、あのセクシーに歌おうとしたらね、この顔になっちゃうんですよ、なんか。セクシーにペダル。できるかな。一体誰のために走り続けてるのかふと疑問に思う。全然セクシーじゃないんだけど、うまくできなかった。そうだよ、セクシーにペダル。うん、このペダルは難しい、セクシーにやるのは。これ拳っていうのかな。くじけそうな時には風を味方にして背中を押してよ。おー、いけてるいけてる。セクシーだった今のは。あ、いただいた。ミューラッチさんありがとうございます。ミューラッチさんありがとう。ありがとう。うまいでしょ。思い出してよかった。君と知り合ってどれくらいだろう、いつが初めてか覚えていない。うまい。ずっと昔から聞いていたような言葉の懐かしさを僕は感じていた。ちょっと上手く感じ、なんか普通になんかセクシーじゃなくてさ、歌上手く感じ。私結構歌上手く感じるんだけど。自意識過剰かな。バンされそう。そんなことないよ。ありがとうございます。芸が増えた。本当、特技にしようじゃ。ミューラッチさんありがとうございます。ありがとうございます。そう、そうかな。ダメ、
厳しい人多いな。え、なんかそういい、よくない？おい、ふみさん、あ、お示しの人だ。そうですよね。ないしょ、すごいよね。めっちゃセクシーよな。ないしょ、今夜会ったこと誰にも話しちゃダメよみたいな。うまくない？うまいでしょ今の。表情がなかったらいいんだよ。絶対そうよ。私本当にこういう顔になってしまうんよ、なんかそう歌おうとしたら。隠し事は蜜の味ねえ、いけない約束続々するでしょ。危険な顔、危険な香りだったっけ。いいね。待つつもりなの。
してくれればいいのに。今日のために着替えてきたお気に入りの服、どこに脱げば蝶になれる。私は羽を広げて抱きしめられたら、輝きながら愛になるのでしょうか。生まれて今日まで生きたこと後悔しないから、大事な何かを守っているより、いっそ昔キラキラアウトロ来てるね。ありがとうございます。パワーいただいた。